スマート宅配ポストの操作方法について説明します。宅配業者が荷物を投函します。開始。確定をタッチして扉を開錠。荷物を投函します。扉を閉めて確定をタッチすると施錠されます。届けられた荷物を前取り出しで受け取ります。扉ボタンをタッチしてパスワードを入力。確定をタッチして開錠します。扉を開いて荷物を取り出し、扉を閉めると自動施錠されます。届けられた荷物を後ろ取り出しで受け取ります。開錠ボタンをタッチしてパスワードを入力。再び開錠ボタンをタッチします。扉を開いて荷物を取り出し、扉を閉めると自動施錠されます。荷物が投函された状態で次の荷物を受け取ります。宅配業者が開始をタッチするとスマートフォンにお知らせします。宅配業者さんですか？はい、荷物をお届けに参りました。ではボックスを開けますと応対し、応対後スマートフォンで宅配ボックスを開錠します。宅配業者は荷物を投函し、確定をタッチします。宅配業者に集荷の連絡をしておけば、応対しなくても荷物を発送できます。扉ボタンをタッチしてパスワードを入力。確定をタッチします。扉を開いて荷物を入れ、扉を閉めたら集荷をタッチします。宅配業者が開始をタッチ。あらかじめユーザーから伝えられた集荷用パスワードを入力し、確定をタッチします。扉が開錠され、荷物を集荷。最後に確定をタッチして扉を閉めます。